さて、皆も元の体に慣れてきたところだろうか。そろそろ我々暁の今後の動きについて話そう。そうだな。俺は帝国の現状を把握してこようと思う。皇帝崩御からこっち、きな臭い話だらけだからな。単独で潜入して帝都の様子を確かめてくるとしよう。ええ、脅威を知るためにも潜入調査は肝要でありましょう。しかし、死すら超越したあの男、ゼノスが暗躍しているとも聞いております。しかれば私もお供させていただきましょう。足手まといにはなりません。それにガンブレードのソイルに魔力を込める役回りも必要なのではありませんか。二人の方針は決まりね。実は私もやりたいと思ってたことがあって。みんな、おかえり。リーセじゃないか。もう大丈夫なんだよね。また倒れちゃったりしないよね。この通りピンピンしてるわよ。リセ、では彼女がかの解放戦争を暁と共に戦い抜いたという。あなたは？あら、リセはお初だったかしら。確かにシャーレアン出身者といっても活動分野が違えば知り合う機会も少ないものね。暁に参加させてもらうことになったグラハティアだ。あんたの活躍は記録の上でだがよく知ってる。あえて光栄だ。話には聞いてるわ。アラミゴ解放軍のリセ・ヘクストよ。彼は唯一無二の経験と知識を持っているんだ。かの世界で共に困難と戦った頼れる仲間だよ。そう、それそれ。報告書には目を通したんだけど、随分複雑な事情だね。時空を超えて第一世界に。途方もない話だけど、それならもう霊災が起こる心配もないの？天聖組の悪支援は今なお残っているでしょう。しかしオリジナルが消えたとなれば従前に活動できるとは思えません。依然として警戒は必要ですが、当面の危機は避けられたと考えてよいでしょう。よかった。それにしてもゾディアークとハイデリンが蛮神だったなんて簡単には受け止められないね。これ以上の霊災が発生しなければ世界の統合は起こらない。ゾディアークが完全な力を得ることもない。でも最古にして最強と謳われる蛮神が不完全な形であれ存在し続けていることには変わらないわ。私たちは未来を継いでいく。だからこそそれが悪用されないよう見守るべきだと思うのよ。
世界を救いたいという願いを込められたあの晩神を。ところで、リセはどうしてここに？いけない。みんなと再会できたのが嬉しくって、本来の目的を忘れるところだったよ。今日は同盟軍の伝令として来たんだ。帝国の剣なんだけど、バリス帝の死後、そのいとこにあたるネルワって皇族が後継者に名乗りを上げたらしいんだ。だけど反発する勢力との間で内戦状態に突入。すでにテイとガレマルドは戦闘によって崩壊状態だっていう噂もあるほどなの。それを踏まえてこれからアラミ語で会議が開かれるんだけど、暁にも参加を依頼したいんだ。こっちもちょうど帝国に潜入しようと考えていたところだ。出発前に最新の情報を共有してもらえるなら助かる。よし、それでは皆でアラミゴに向かうことにしよう。悪いんだけど、私は欠席させてもらっていいかしら。どうしてもやりたいことがあって。ああ、さっきも何か言いかけていたね。そのことかい？ええ、実はテンパード化を解く方法を探してみたいのよ。なるほど、ポークシーを使った罪食い化の治療、あれを応用するという話だね。テンパードの治療って夢みたいな話じゃない。会議の方は全員が参加する必要もないんだし、その研究絶対に進めてみるべきだよ。ありがとう。よければあなたも手伝ってくれない？お堅い会議の方が好きって言うなら別にいいけど。ありがとう。そう来なくちゃね。だったら俺もぜひ同行させてくれ。そんなに意気込まなくても誰も反対なんてしないわよ。思う存分英雄と冒険してらっしゃい。そういうつもりじゃ。ただ第一世界での経験が役立つかもしれないと。では我々は会議に向かうとするよ。